ちょっと、ね、お願いします。ごめんなさい。さあ新コーナーね、リスナーさんの車をリスナーさん同士でこう、なんでアップなの、なんでアップなので、リスナーさんのリスナーさんの車をリスナーさん同士でこれね、うん、これ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 をあね、こう取材体験してもらおうかな。こうまあわちゃわちゃ言うかもしれないしね、どうなるかわかんないですけど、早速やってもらおうかな。じゃあやってもらおう。おい、やってみて、やめて。じゃあ選抜メンバーこの2人です。どうぞ。よろしくお願いします。プラッツのプラッツくんね、プラッツくん、プラッツくん、フィートくん、はい、あ、カメラ目線だよ、ね、はい、うん、ね、とりあえずじゃあプラッツくんがフィートくんの車を、はい、さっきやったよね、はい、取材体験で取材したよね、あんな感じでやってもらうね。フィートくんが、プラッツをさっきみたいな感じでやってもらうっていうね。ということでね、やってもらいたいと思います、この2人に。じゃあ行きましょう、やってみましょう、はい、どうぞ。今日はこの車を紹介します。イエーイ、イエーイ。小野さんどうぞ。どうも。お、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 さあどういく、様子のおかしい、様子のおかしい、変わった車が来ました。困ってる。どう変わってますか。この車は何ですか。プラッツの後期型になります。じゃあもうアピールポイントがあります。お、フィルパターンか、これはフィルパターンか。まあですね、車重が軽いのと何気速いって。エンジンはいくつですか。 1.5 リッターのビッツと同じになります。これの気に入っているところ、気に入っているところですか。変態感があるところですね。内装、中と外と、ね、え、どうしたの。元気に行こうよ、元気に。なんかでも突っ込みにくいでしょ、これ。ね、なんかさ、まあこういう車はね、何と対比較するとやっぱ元がビッツだから、ビッツの話だしたね、ビッツの話をポンと。何ビッツの話、ビッツの話をポンと出して、まあこんな感じで乾燥してみて。ビッツが詳しくないです。ビッツが詳しくないです。やった感想どう。すごい難しいですね。難しいって別にほら、あくまで感想の話だ。ね、あ、行ったね。じゃあ、行ったね。じゃあ、フィットやってね。任せてくださいよ。じゃあこんな感じでやっぱ感想最後に。難しい、難しいよ。本当です。なんかまた俺が出ちゃった。シャシャリ出る。さよなら。